緊急事態宣言の延長を前に、今日全国知事会が開かれ、川勝知事は自宅療養者を市や町と連携して支援するため、個人情報を提供できる法整備を国に求めました。全国知事会は、緊急事態宣言が静岡を含む19の都道府県で延長されるのを前に、今日国への緊急提言について協議しました。市長とこの自宅療養者を助けるために、連携が円滑にできますように、新型インフルエンザ特措法、またこの感染症法に個人情報を市長に提供できる規定を設けることを全国知事会としても取り上げてくださるようにお願いを申し上げたく存じます。川勝知事は自宅療養者への食料の配布などに必要な個人情報を市や町に提供できるよう法律を整備することなどを要請しました。全国知事会がまとめた国への緊急提言では、第5波の抑え込みに向けた感染対策やワクチンの接種済みなどを条件にした行動制限の緩和について具体的な内容を示すよう求めています。